番組をご覧の皆さん、映画ネメシス黄金螺旋の謎がついに公開です。よー、春はネメシス。この春ネメシス旋風が巻き起こる。超豪華キャストが大集結。映画ネメシス黄金螺旋の謎がついに公開。見たことがない映像で、こうなんかすごい興奮しました。ワクワクするような表現がたくさん出てきてすごく楽しかったです。こういう感じになるんだっていう、見たことのない映画が完成したっていう感覚ですね。真相解明の時間です。伏線伏線伏線だらけの99分。一瞬たりとも見逃せない新時代の探偵物語。壮大なスケールで描く超ミステリーエンターテインメント。私ちょっと入ります。映画ネメシス黄金螺旋の謎。何か用ですか？天才すぎる探偵助手三上アンナを演じた広瀬すず。実は全く俺も同じことを考えていた。人望あふれるポンコツ探偵風間直樹を演じた桜井翔。俺の作戦が見事にはまったな。ファンキーな探偵事務所社長栗田和明を演じた江口洋介。探偵事務所ネメシスの3人が映画の魅力を語り尽くします。見どころありますよね。いろんなキャストが、僕ら3人含めていろんなキャストが言ってますけど、やっぱ台本読んだ最初にこれどうなるんだろうっていうのは結構共通の感想だったから、それが映像になってどうなんていうか、どう楽しんでもらえるかっていうのが今ワクワクするとこ。ドラマとはガラッと世界観が変わり、どういうふうにお客様に楽しんでもらえるのかなっていうのは、まあでもただただ楽しみですね。これ現実なの非現実なの、見てる方もちょっと分かんなくなるんだよね。あっという間になんかね、時間が過ぎていく映画ですよ。ドラマからおよそ2年ぶりの再会となった撮影現場はどうだったのでしょう。江口さんの、差し入れてくださった弁当がめちゃくちゃうまい。結構大変な撮影も続いてたんで、なんか一個こうやっぱ敷居が上がるというかのもありましたけど、ドラマでご一緒してたからこそ出る空気感っていうのは違ったと思うから、だってあれインの時でしたね、このこれ。インです、一発目ですよ。すごいなって思いました。あれ初めまして、よろしくお願いしますって言ってどうぞって言われても、いやまあできますよ、それできるけど、そのインの日にこうやってやられてて、どんどんアドリブも入ってくると、なんかいいなって思いながら。アンナどっちかってちょっとこうちょっとね、そこに入れないあれだもんね。クールに意外といるので。これ何としても大ヒットしないと。何としても。我々もまた会いたいですね。会いたい。集結したいですしね。映画の見どころの一つ、カーアクション。3人もその大迫力の映像に衝撃を受けたといいます。リアルにドカー、海外かと思いました。海外かと思う。本当にあの車本当エンスト起こしちゃった、大変だったね。あのスタッフの人がこうちょっとエンジン入れて、後ろから4人ぐらいの男性が、ね、最近押し掛けとかしないもんね。ブーン、そのまま本当に行くみたいな。そのアナログ感がやっぱり、そんな経験ないから。さらに広瀬さんは体を張ったアクションにも挑戦。雅人さん演じるチップ男とは激しいアクションを繰り広げました。すごい、すごいでしょ。見たことないよね。うちのアンナすごいでしょ。アンナね。アンナだけに。アンナ本当すごいんですよ。だ完成見て一番びっくりしました。あのグリーンバックこうなってたんだみたいな。最後のところとか。わかるわかる。すごい空間なさもんね。おえみたいな。イメージはしてたけど。そうそうそう、なんかこんなにかっていう。こんなにか。ちょっと SF の要素もあるし。そうですね。壮大なスケールで描く超難解ミステリー、窓と呼ばれております。予測不能伏線だらけの99分、あなたはこの謎を見抜けるか。私ちょっと入ります。映画ネメシス黄金螺旋の謎は3月31日公開です。ぜひご覧ください。